本願寺聖人伝へに見える犬新人。これが犬新人を描いた最古の絵巻と言われる。犬神人とは中世から近世にかけて大社に従属した下級神官。新人に準ずる。境内や三行寺の死への清掃などに従事した。祇園神社の犬新人は有名であるが、大英2年、鶴岡琴垣日記5月10日上に、 境内で馬地を取る者を犬新人をして取り締まらせる記事があり、諸者に存在したと見られる。長元四年修林の牧船によって、戦時を下しに恩四、イタリソ奉ソを捕獲して、仁義館で、かばらいを受けさせているのが、正雨期に見える。これが、境内の不上死へを追放した始まりである。延休の小遠生リレーで、鴨川東岸の山上から五条間の河原の田畑の、 領有を認められたとき、これを、社恩として、否認に賜い、犬神人とこうしたのが、光栄三年のことである。これは、県人寺との総論に基づいて出されたものであり、遠急の事情を語るものではない。だが、境内を追い出された、曹操法師たちが、近辺の河原に移り住んだのが、平安、鎌倉のある時点で、犬神人として把握されたとみられる。祇園社権新人の所見は、 日蓮の御書に、火力3年の三門の法年募書破却が、犬神人に命じていったとある。犬神神が、祇園関係の資料にはっきりと現れるのは、公安9年の関心印書史等申し上案で、伊行人、宮氏、犬神人等とあり、三門あるいは、祇園社家に使える用務のものとして刺激されている。戦術の募書破却以前にも犬神人によるものかは、定かではないが、 基本社家が上級元年にハン人の住宅を破却している。光栄四年には無双祖籍の天竜で楽ように天皇の輪行を仰いだことに噴劇した三門延暦寺大衆が犬新人に汚せつけて破却しようとしている。このように犬新人の用務は一行、宋、北家衆、禅衆などの衆都住所破却など三門の多衆弾圧の先兵としての刺激が多い。 その他、昭平7年頃の祇音執行日記に参見する犬新人の用務は、境内無礼物主者清掃、祭礼の警護、鮭及び三門の剣断の住居破却の執行、自死などの建築などである。時には数十人の犬新人が模様刺しされており、たびたびの用務に疲労と称して出てこないこともあった。この記録の存在のほか、祇音者が三門を背景に、 犬新人の新たな編成に乗り出したためか、南北朝時代には犬新人の活動がおびただしく見られる。前期、公営3年の関心印諸士等申し状案には、ため社恩下魔物否認ピの間、合憲新人、ところ少女祭礼以下諸神人なりと、擬音社の領域に居住する否認は犬神人であるということになっている。いわば論理の転換、拡大であるといえ、 戦国時代から近世にかけての犬新人は弓矢町に集中していたが南北長期にはまだ山畳から五畳の広い範囲に渡っており宮川分犬新人などがいる。また関連は不明だが犬帽子と呼ばれるものもあった。この時代犬神人と清水坂の坂舎が同一視されていた。四種期、常時3年3月14日上に犬新人を別のところで 坂者と称している。文奈二年、八坂神社文書1246号には、犬新人は、三門斎藤釈迦堂よりうどで、共に、食傷人であると称しているが坂には、触れていないが、同文書1253号には、永称7年頃、東坂者こと、山和斎藤院天法林道よりうど、祇園五社圏新人とあり、坂者と犬新人は同一のものであると同時に、 天宝林道よりう所となっている。歓元2年以前から奈良坂と激烈な闘争を繰り広げていた清水坂避人集団と犬新人とが同じであるかどうかは不明である。しかし、上級の乱前に清水坂避人の先調理帽子を殺そうとしたとばりンの阿弥陀帽子が気温林に老居して犬を殺したことから坂避人の一部が犬新人になっていた可能性がある。 さらには、憲法元年に清水寺を延暦寺の末寺に寄進しようと、古事記帽子が長所を作り格索したことも無関係とは言えない。昌平7年頃の犬新人は、宿老、武行を選出して集団を成しており、しかも諸国県新人も存在した。これが犬新人の組織したものか、坂ピニンと同一化することで、坂支配下の諸国松宿を、 諸国権新人としたのかはわからない。前期栄翔7年頃の申し状には、西岡宿舎は、不大百章とあり、宿舎すべてが諸国権新人になったとは考えられない。よって、清水坂避人と犬新人との実態が同一化したとて、犬神人の関心院、基温舎下級新職イコール職商人としての身分と、上下系の早々、小敷の支配権を有した。 坂ピニンの区別は守られていた。文案2年当時は三枚五紙を使用して、早々を実施する権限を坂ピニンによって承認され、遺体の移動、仮想を坂に任せている。この定め書きには、坂の執行部たる、札幌以下7名の書院家王がしてあり、また、坂の公文書、サタニンイコール奏者、武行、坂番頭中などの署名があり、これらが坂執行部と見られる。 下部の否認との関係は不詳だが、犬神人の構成員と重複したとしても、組織としては別物であった。江戸時代においても否認線受け受けは、坂文語でなされており、坂ピニンと犬神人は使い分けられていた。犬神人は上下系の曹操権を独占していたと言われ、その起源は、祇園の御子と魚の道路清掃に基づくという説がある。だが、 新予と魚や義音祭礼は下行のみであるため上下系にわたる独占の根拠とは考えにくい。ブラクシ用後時点では装置と早々十字に基づく独占であると推測している。すでに文英十二年永存の否認思考にあたっての否認調理の起礎文の第一条に早々の時に身につけた具足をとっても相加にて攻め取ってはならぬと過剰があり、それが坂ピニンと 犬新人との同一化の結果、三越吐魚の不条物撤去に原因を求める説ができたのだろうとしている。また、東西本願寺門主の葬式には、宝来イコール剣新人イコール鶴メソが、祇園祭礼と同じ服装で先導を務め、ダビのことを行っているが、これもサカピニンと犬新人との同一化の結果だろうとしている。祇園会新によ吐魚の際、6人の棒の衆として先行し、 帽子姿で赤いふいに白い布で覆面し、目だけ出して八角棒を持つという。犬新人はずるを作って売ったので、玄売り、玄師と呼ばれ、その玄目せの呼び声から玄飯と呼ばれた。71番職人歌合わせにおいてもの玄売りの絵も、祇園祭礼と同じように創業の覆面し、傘をかぶっている。江戸時代、彼らの住所は弓矢町と呼ばれ、弓矢、玄、靴。 湯がけを作ったほか、辻占いの一種、化粧分売りを行った。この占いは細いた唐紙の中に、千枚二十三粒を入れたもので、中世にも同じく千民であった、昭文氏が牧仙、年祝いを行っていた。これについて前期永昇七年頃の申し状に元三日に、中音で、千秋一万歳の修言を行うことが書かれてあり、江戸時代にも元日らの時に、 金利日課門で、美写門業を唱えることが言われており、これらも正門誌の千秋一万歳につながる。幼州不死には、犬信人が、京中の寺院から埋葬料を取ったことや、正月二日にあた寺で、豪華家事を行い、それが、天狗酒盛と呼ばれたとある。ありがとうございます。